ご飯食べます。なんか分からへんけど時間に追われてたんですよ、今の今まで。やっぱ急がなって思ってたんですけど、よく見たら2時間ぐらいあった。いただきます。何から食べようかな。お、カツ、カツから。かわいい。ほんまにさ、これがしたくて髪の毛を伸ばしてたの。なのに髪の毛を限界迎えすぎて5センチも切りました。ショックすぎる。先生は頑張って伸ばしてたんですよ。なのに本当に一生ミディアムヘアかもしんし、そうだからあれなんですよ、エクステつけようかなって。いやでもシンシンはあと10センチぐらいは欲しいな。10センチ髪誰かください。マジに綺麗トルトルの髪10センチ誰か。わかめでも食べようかな。ほんまに伸びしい。お披露目ぐらいはちょっと長すぎやな。あれはいやでもなんかロングは微妙やねん。シンシン前はわかるからミディアム、まあ、この長さが似合ってると思うねんけど、ちょっとねこだわりがあるねん、シンシンには。やっぱ髪の毛とかヘアアレンジするにはもうちょっと長い方が可愛いんですよ。でも長すぎたら似合わへんから10センチぐらい。であれテンションめっちゃ高い人いるんだけどのツインテールが可愛い長さまで伸ばしたいなって感じな。まあ隠れるけど、隠れるからいいんだけど。お嬢様って感じ。うん、なんか城ヶ崎、城ヶ崎さんみたいって言われた。ちびまる子ちゃんの。やばい、もう腹いっぱいやねんけど。まあ朝やからね、朝やからやで。でも今日は2回公演やから後から食べる時間があんまりないと。
ょっと一旦食べるのやめてみる。まだ一品ってか二品しか食べてないんですけど、そう今日昼だけやから食べる時間ない。痛いじゃないから。今日は、ソロコンがあるので多分だから多分昼だけです。でも違うかも知らへん。ソロコン出ません、すいませんけど、出たいですけど出ませんが、まあみんな見てねってことですかね。知らんけど配信もあるみたいなので皆さん見てみてください。なんかぼやけてない。昼だけってでもなんかすごい有意義な一日を過ごせたって感じがしません？夜公演ってか2回公演の時ってやっぱさ間の時間なくてさ、わーやばいやばいメイク直さなみたいな、なんかせわしない感じなんですよ。でも1回だけやからなんか優雅な気持ちです今日は。し普通に考えて14時からやんな、14時、15、16時、まあ4時ぐらいに今終わるやん。結構すごくない？いい夢が見れそうです。あれ？心身はそういう空き時間何するかと言われたら、まあ、寝る一択なので有意義に過ごせるかと言われたら過ごせないんですけど、2回公演でもさなんか昼と夜で違う公演とか前してたやん、たまにそういう感じでやりたいな。なんかそれの方がさ、まあ、大変なんかな、まあ、大変やろな、大変なんだと思うんですけど、やっぱファンの方も昼夜2回来る方もまあいると思うんですよ。そういう時に同じ公演よりやっぱ違う公演の方がなんか楽しいやん。確かにリハできひん。あ、まあでも頑張ったらできる？できひんか。同じメンバーじゃ分かったらできるんちゃう？ N と M みたいな。昨日のハイライト、昨日の人狼は何でしょうかね。あの昔
流行ってた、なんかなんでバースデーみたいな書いてあるこういうハートに入ってるなんかチークみたいなやつがあって、レナタンにもらったんですけど、タンプレで。それです。なんか紙みたいな箱に入ってる、なんかバースデーみたいな名前のなんか4色くらい入ってる、めっちゃ青みピンクのチークのなんか端っこら辺にあるハイライトを塗ったらトゥヤントゥヤンになりました。もうシンシンもなんかもらったことをちょっと忘れかけてたんですよ。レナタンごめんなさい。ちょっとね、でもなんかメイクさんが使ってて、久しぶりにあ、なんかシンシンも久々に使いたいと思ってあの取り出してきたらめっちゃ可愛くて使いたい、今後も使おうかな。今日は違います。今日はあの分からんよな、なんかなんて言ったんや、プチプラです。普通にあのロフトとかプラザとかそういうとこに売ってる、なんかカートに入ってる、はい、なんかチークです。あれなんなん、でもなんかバースデーじゃなかったっけ、なんかでも結構平成にバズったって感じのやつ。ちょっと待って、岡本ちゃんなんで知ってんの、誰や、ミカニャンか、誰あのメイクさんの名前なんですけどメイクさんじゃない、岡本ちゃんってレナタンのこと、メイクさんかと思った。岡本ちゃんっていうメイクさんもいるんです。まあレナタンのことかえどっち、メイクさん、誰だ、岡本ちゃん、え誰のこと、岡本ちゃんとは誰のことも呼んでないです。リーナのタンプレはなんか毎年選び合ってるっていうか、お互い欲しいものを送るスタイルなんですよ。あのこれ欲しいかもみたいなとか、なんか、まあ、候補いっぱい送って、それでなんかこれこんなかのものを欲しいかなみたいな送り合ってて、でそれで毎年プレゼント交換してるんですけど、で今年はもうあの現地に連れて行きました、ユイナを。この日暇って言って、暇って言われたから、あの一緒にユイナのプレゼント買いに行かへんってユイナに言いました。で買いましたね。だからまあプレゼントっていろいろ何か何もらえるかなっていうワクワク感とかも、何か普段使わへんものもらえたりする嬉しさもあるんですけど、ユイナとはもうすごい実用的なんていうの、あのもう一切無駄がない感じで、でも欲しいものをお互いに送り合えるやつ。それで毎年やらせてもらってます、はい、一緒に行ってます。今年は
何にしようかな。でカレンはシンシンとか渡す方はすごいあの普通に渡すんですけど、カレンからの別になんかないお返しっていうか、まあ、別になくてもいいんですけど、お返しがなんか1年後ぐらい、誕生日から 1年後っていうか、まあ半年以上は遅く帰ってきます。あの忘れかけた頃にいつも結構遅め、マイペースが出てますね、そこに。のでまあカレンが誕生日を迎える頃ぐらいにあのプレゼント渡されたりします。まあそれもなんかサプライズ的な感じで嬉しいけど、でもあのとても時間がありますね。そう、なんか何年分もまとめられたこととかはない、毎年ちゃんとくれるはくれるんですけど、そのくれる速度がめっちゃ結構長め、忘れかけた頃にいつもくれます。あ、でもなんか2年前ぐらいはなんかカレンと一緒にユイナのタンプレ買いに行ったの、そういう時もありました。ちょっと2人で1個のものをあげたり、仲良しやろ。カレンがなんかめっちゃ前、もうほんまに初期ぐらいにタンプレくれたんですけど、それがほんまに何に使うかわからんくて、未だに使えたことがないやつがあるんですけど、なんかあの足とかにつけるようななんかモコモコのやつで、でなんかあのなんてルーズソックスみたいな、端と端が切れてる感じやねんけど、えめっちゃ細くて、なんかほんまにこの腕より細いぐらいめっちゃ細くて、なんかどこにも入らないんですよね。でもほんまに何かわからんくて、どうやって使うの、めっちゃ細い人やったら足に入るみたいな感じ。あ、そう、レッグウォーマーのもうむっちゃ細い版、しかもあの伸縮性なし、なんか細ダイエットできないやつかな、なんかわかんないんですけど、本当に分かんなくて、いつも聞くの忘れるんで、未だに何かは分からないんですけど、すっごい細長い何かをもらいました。カレン、ふわふわの 細長い何かをカレンがくれましたね。尺圧ソックス、いや紳士なんか足でかいんかな。いやほんまに入らへんねん、ていうかもうなんかこんぐらいしかないねん。どう、また機会があればカレンに、あれはまあ結構5年前ぐらいにもらったものなんで、カレンも何か覚えてないと思うけど、もしあの思い出したらカレンにもあれって何って聞こうと思います。それではランキング見ます。いきます。13位カドピーありがとうございます。12位レム太郎ありがとうございます。11位野原慎之介のすけありがとうございます。10位ヘーゼルナッツありがとうございます。9位タンベマーボンありがとうございます。8位ロンドベルありがとうございます。7位レオさんありがとうございます。6位松屋ありがとうございます。5位ユースケありがとうございます。4位ユーナちゃんありがとうございます。3位レナちゃんありがとうございます。2位、ギャオスケさんありがとうございます。1位フット10位ありがとうございました。それでは昼公演だけですけど行ってきます。